はい、それではザ・タウン・オブ・ライトの実況を始めていきたいと思います。初めましての方もそうでない方もよろしくお願いいたします。うつげらしいです。はい、かなり精神に来るという話なので苦手な方はご注意くださいっていうか、もう諦めて見ない方がいいかもしれません。はい、では早速やっていきましょう。ザ・タウン・オブ・ライトは実際の出来事、場所、精神疾患の研究に基づいており、20世紀前半における精神科病院の患者の人生を描いたものだ。もうダメじゃん。もうダメじゃん。20世紀前半の精神科っつったらさ、もう、今だったら絶対アウトな、間違った治療法がまかり通ってますからね。有名どこで行くと、ロボトミーとかね。うん。これ、ロボトミー出んじゃねえのこれ。出そうだなぁ。私はあえて説明しませんが、ロボットに気になる方は、検索してください。はい。このゲームは気分を害する可能性がある表現を含んでいます。登場する人物、団体、名称は架空のもので、実在も、うん。それは言った方がいいね。うん。ゲームにおける劇的演出のため、過去のイタリア精神医学会に対して芸術的な解釈をしています。はい。現代の精神医療は世界中で劇的に改善されているということをどうか心に留めておいてくださいと。はい。今はやってないよってことですね。はい。もし、あなたが精神的な問題を抱えている場合は、医師や専門家にご相談ください。うん。はい。じゃあ、やっていきます。What's happened? What is this place?はい。これが主人公かな。レネーだったかな、名前は。まあ、さっきの説明文からいくと、このレネーさんは、まあ、精神病院に入ってたんでしょうね、きっと。多分だけど。ただ、記憶がどうも、ないのかな? I can't keep my eyes open. 現実が色あせて皮膚が剥がれ、早いな。早いよ。事実から着想を得た物語。はい。トスカーナ州、2016年ですね。はい。うん。20世紀前半の精神病院の話だったんだけど、ここの時系列的には2016年ってことは、どのぐらいの年齢なんだろう、レネーさんは。まあ、これレネーさんなんかな、多分レネーさんだと思ってんだけど。結構年寄りなんじゃないか?だって、20世紀前半頃の話がメインで、2016年ってことは、でも、ヨボヨボの可能性ありますよ。開ける、閉める、使う。はい。左クリックで、インタラクトできますよと。これ開かねえよな、きっと。あ、開いたし。開くんかい。ちょっと待って、なんか周りが結構あるんですよ、建物とか。ちょっとその辺見ていきたいな。若干この、視点の振り返りっていうか、そこが、ここも開くのか。なんかやたら開くな。あ、あー、なるほど。ってことは、暗いところを進むようなパートもありそうですね。お。ここは、あんまりリアリティなく開くんですね、ここ。あ、そうでもない。なんだろう、なんだろうな。はいはいはい。なんか、貼り紙がしてあるけど、これは、読めるね。第1次食料配給改善。4月20日に1日あたりパンを 50g 増量。パンを 50g 増量。そんなに増えてんのか、これ。1ヶ月あたりのスープを増量。農業従事者の待遇を改め、ジャムの特別配給を行う。はい。うん。まあ、ズームしたところだな。これは?信じがたい対空戦勝利。あー、20世紀前半ってことは第一次大戦か。ドイツの大陸防空が24時間で159機を撃墜。ヤシの北西におけるロシアの大規模な作戦。地中海における、
あ、地中海に散在する敵の護送隊、2隻の駆逐艦、ドローン隻の消息、狩りまくってんな 狩りまくってますね。よくないですね。この辺は？ああ、そういうことは。第二次大戦か、一応。あ、そこまで古くはないんだ。参加者なので殺人。名家の若い女性、ジュリア・ケイが、自宅近くで無残に殺害された。警察が捜査中。政治的な動機の可能性が浮上した。ああ。これイタリアだったよね、確か。舞台。第二次大戦でイタリアか。ああ、若干不穏っちゃ不穏ですね。あ、これ死んだ人じゃん、ジュリア・ケイ。彼女の母、イレーネ・イー、イレーネ・イー、ジュリア・ケイ。悲嘆に暮れていたが、信仰によって耐え忍び、父エリックと姉マーサ、あ、マーサイズ・デッド。マーサイズ・デッドですかね。もしかして関係あんのか？葬儀場所は4月16日日曜日3時半にロモラ、個人の自宅より始まる。こんなところか。なんか、マウスのね、感度が低いっていうか、あれ？よいしょ。ラジカセか。まあ、移動させてもな。よいしょ。あ、一応裏とか見れんのか？あ、結構これ、あれだな。アイテムのこの向き変えるのめんどくせえ。これはなかなか厄介だぞ。写真だ。ちょっとこれ写真だったら裏が見たいな。あ、見れないのかな、これ。あ、これ見れない、ひょっとして。あ、見れないわ。これがその、なんかジュリア・ケイとかが住んでた家か？ 1940 年って書いてんな。あー、裏見れないのか？見れないね。で、え？違うよね、これ。これ、ただのゴミだよな。一瞬なんか 死体に見えたけど違うよね。ここはこんなもん？こんなもんかな。他になんかキーアイテムとかの類はないのかな。ちょっとこのゲームのジャンル的にどんなもんかが分かってないからな、まだ。ウォーキングシミュレーター的なのか、それなりにこう、謎解き要素があったりするのか。ちょっと一応周り見ていくか。そこになんか階段があるな。あー、多分向こうから回ってくるのかな。さっき開いたとこ。多分だけど。よいしょ。あ、なんか、温室があるな。入れそうですね、しかも。これは？なんかあるかい？まず、ここが何かも分かってないんだけど、多分、精神病院の跡地なんだろうな、ここは。おそらくだけど、なんかある。で、そのレネーさん、記憶がないっぽいから、でもレネーさんなんかな、本当に。ちょっとわかんないけど。レネーさんだとしたら、もう、60ぐらいいってるんじゃないの？が、自分の記憶を取り戻すためにここに来たってことかな。なんもないかな？ちょっと、ガバ探索ですけども、ちょっと一旦、うだうだしててもね、あれですから、さっき開いた方に行ってみるか。いやでも、景色は綺麗だよね。これ、あ、閉まってんな。誰閉めたの？誰だよ。よいしょ。これ、ねえ。精神病、なんだ。精神病院の跡地と思わなかったら、結構浸っていられる景色ですよ。ああ、ここで、その、ゲームの、あれが入るんですね。オープニングというか。なるほど。結構そういう映画的な演出を意識していらっしゃる。なんか分かれ道ある、これ。あ、ここはいけないんだ。ここはいけないですね。割と一本道か？
ここなんかある？ゴミだけ？一本道と考えていいんだったら、もう、ひたすら道なりに進むんだけど。あえてこういう脇道というか、行ってみたりするんだけど。行けなさそうですね。うわ、鳥かな？これ。なんかすげえ飛んでんな。私の家もね、結構鳥がいっぱいいてさ、なんか変わった鳥も多いんだよね。前なんかさ、言ったと思うんだけど、あの、ミスドっぽい鳴き声の鳥とかさ、この間はなんか、M1 の出囃子みたいな鳴き声の鳥がね、いや、これ本当なんですよ。トゥルトゥ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 みたいな感じの、そんな鳴き声の鳥がね、いてさ、私もマジかって思ったんだけどね。うん。多分、ここは精神病院で、レネーさんはここにいたんでしょう。あー、なんかこっから、これさっき見てたとこか。なんかあるかな？なんかあるんだったら一応、見ておきたい。向こう行けるな。あ、なんかいろいろ、こことか開くのか、これ。これ開く？開くな、ちょっと待って。私が邪魔。開いたよ？ちょっと待って。あ、つけっぱだった。主電源は女性一般病棟近くにある。つけなきゃダメなの？これ。自殺未遂の増加により、我々はこの行為に対して明確な立場を取る必要があります。現在の我々の考えでは、自殺は非常に状況を有した不敬で非愛国的な行為とみなしています。特に若い女性の場合においては、この問題に対してご教示ください。嫌な予感しますね。もしかしてレネーさんは、自殺未遂をしていたのかな？ていうか、こっちでいいのかな？便器。便器だけ転がってるけどな。でもここトイレじゃないよね。え、なんか、寝れそうだけど。え、マジ？これまさか、病室か？これが。なんか寝れそうだよね。いや、結構さ、なんかドラマとかでさ、あるじゃん。こう、精神を病んだ人を、なんかその牢獄みたいなところに押し込めてさ、ってあるじゃん。あれは本当ダメなんですよ。だから今ではもう全く行われてないんだけど、でも、そういうことなのかな、やっぱり。あれ？こうなってんのか。あ、なるほど、こうなってんのね。まあ、主電源を多分つけなきゃダメなんだろうな。あんなのが出たってことは。てか、懐中電灯消しとこう。多分電池とかの概念はないとは思うんだけどね。そういうなんかアウトラスト的なゲームではないと私は聞いているんだけど。あ、ここは鍵かかってる。鍵かかってるってことは、開く時が来んのか？一応。ここは開く。開くな。うわぁ、行きたくねえな。ちょっと待って。こっちは？あれ、なんかいろいろ開きそうなところはある、ひょっとして。あ、でもここは開かないな、多分。ここは開かない。あ、あそこ行くしかないか。多分。うん。ないよね、何も他に。じゃあ、入っちゃうか。なんでここだけスノコ引いたの、これ。怖いじゃん。もしかして、あそこから飛び降りた人がいる？あ、でも高さそんなにないから、助かる可能性はあるよね。よいしょ。これ若干もしかしたら、重いかもしんない、ゲーム。カクカクしてる可能性あるけど、ちょっと、カクカクしてたら次回以降見直します。今んところは、録画テストした時は大丈夫だったんで、
多分大丈夫だと思うんだけどな。開くな。開くね。なんかあるわけでもない。おう。たまにシュってモーションなく開くの何これ。たまにあるんだけど、これ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 。これなんだろう。なんか、見取り図か。見取り図って言っちゃうとあれだね。なんだっけ。リリーと森山？現在地はここで、受付、ちょっとちっちゃいから拡大しないとわかんないけど、どこに行きゃいいんだ？一般病棟に行けばいいのかな？電源ってことは。あ、ここにあるね。ブレーカー。とりあえずここに行けばいいのか。まあ一応先に電源つけてからのがいいのかな、探索は。なんかすげえ謎の、これ食堂かなんかかな。でもまあ、フラッシュライトがあるから、探索できなくはないんだよね。ボルテッラ慈善新進会。ファシスト政権の指令を完全に遵守し、ああ、なるほどね。強力な主導権と技術基準の合理性の精神によって、以前はまばらな牧草地で硬い土壌だったボルテッラの農場で、非常に収穫性のある自己管理型農業会社の、精神病院じゃないの？これ。精神病院と言いつつ、精神に問題のある方を、なんか奴隷のごとくこき使って、農作物を作らしてた？可能性としてはありえなくないんだよな。この特定の農村における利点を正式認知し、全会一致で特別栄養証書を授与することになった。そして、と、わあ、これ、あれですね。日本でも聞いたことあるよね、この言葉。大きな金メダルは、アグロボルテラーの傘下の全ての企業に対する賞として授与された。受付。一般ナンバー13207。精神科病院、アマラの管理記録。死んでますやん。死んでますけど。5年5ヶ月後に死んでるよ。これ、裏なんか書いてんじゃないか、これ。ないのか。なんかうっすらとなんか文字がある気がするんだよな。見れねえかな。なんとかして見れないのか、これ。無理っぽいな。いや、なんか、ちびまる子ちゃんのヒロシみたい。ヒロシだっけ？ん？ヒロシだっけ？父親。ジローラも。趣味ですか？オナー！って山本隆弘のね、モノマネが有名ですけど。ジローラモ病院。軍人患者への訪問許可は両親、兄弟、姉妹、妻子のみに与えられる。知人の場合でも家族の書面による許可があれば、勤務中の医師から健康状態や精神状態に関する情報を与えられる可能性がある。そのような書面が入り口で提示されなければ、面会は拒絶される。外出を要請した両親、兄弟、妻が監視と保護を保証できる場合は、患者の状態により外出を許可される場合がある。家族以外の人間と患者が施設外で面会することは認められない。まあ、家族だけはいいけど、だから結構だから隔離されてんだよね、これ。アルコール類はダメと。で、まあ、つかないと。電力やっぱ入れるべき？でもね、なんか、普通に見れるからね。あ、電話だ。なんかあるね。ん？なんだ？どれが増えた？レーネの日記かな？これか？
こう。わざわざタウンオブライトって書いての日記に。あ、いや、日記は増えてない？かな？いや、なんか書いてるわ。ああ、だから、この辺、memory of those years is hazy. テキスト見して。Between the age of about 7 and この辺の 10, 暗いところはまだ memories are わかんないってことか。disconnected, and I couldn't say how many times and how frequently ああ、だからこ light れ used to も、いわゆるナラ come. ティブのやつですね。My こう、い mother ろい gave ろme 各地 gold で around that time. 日記を集めてス Charlotte, トーリーを理解していくっ thinking ていう back タイとプ it の。makes me want to laugh. But at the beginning, こ I れシャーロッ remembered that ト？I こwas の右 afraid of の her. 人形。I thought 人 she 形？ wanted to harm me, to kill me, and take my そうだよ place. ね。But when the light came, she would stay まあ、beside 怖いだ me, ろうね、そりゃ。and her presence. これは怖いだろう。それは私もこんな人形そばにいたら、ビビるよ。で、怖いよ。怖いよ。いや。Not disturbed. 怖いよ。I was able to talk to her, こand so んshe なん、became my もう、best friend. 夢に出At る least わ。until I was in grade 2, when everything changed. She didn't laugh at me, and if I had to say something to my mother, I asked her to say いit. や、親友になBut る？when things inside me turned bad, she あ、was でthe も、only one I could 私を笑turn わto. なかったって、そういうこ How all と？of this makes me blush. レネーさんは Charlotte 周りかwas a らなんか real こう、friend馬to 鹿にme. されたってことか？ I knew that she was just a だ doll and から、stupid. But at the こう、same time, 反応をし返was すわけじゃないんだ real け too. ど、I don't know こう、how to 自分を explain 笑 it. わない？ It's 何の感情 difficult. も返さないシャーロットをむしろ My 好んだってこ mother would と？ cuddle her and tell her things. I guess she was trying to communicate with me. But back then, I was too ああ、だ afraid to から、understand it. 多分だけど、その、人形とばっかりコミュニケーションを取ってるレネーさんに対して、母親は何とかこうね、しようと努力したと思うんですよね。ただ、その努力がこう空回ったっていうか、なんかそうされたらされるほど、レネーさんからしたらすごくこう、恐怖を感じたっていうか、それでこう、より心を閉ざして、よりこう、シャーロットにばっかりこう、言ってしまったっていうか、なんかすごく皮肉ですよね、それは。これは、裏表紙ね。怖いな。で、経験。ああ、これはさっきのやつか。なるほど。経験ってのは、レネさんのモノローグですね。で、レネの日記ってのは、今みたいなページを見つけると、こう増えていくってこと？医療記録とかあんのか。怖いね。まあ、とりあえず電源入れてくる、やっぱり。ただ、普通にね、見れちゃうんだよね、この辺とか。この辺は特にもうないのかな？まあ、いっか、とりあえずじゃあ、電源入れる？あ、ここの紙って見たっけ？これ見てないね。事前審診会、精神科病院管理部。観察病棟に入院している患者の衣服の、あ、患者の衣服、靴、現金、カード、その他貴重品一覧。レネー！あったね。だ結構やっぱ、今のレネーさんはお年を召してるんだね、きっと。セーター、シャツ、おむつ？ドレス、トルソー、ベスト、ジャケット。あ、だから、母親、もしかしたら母親にここに入れられたってことかな。おっと、なんか写真があるな。これはレネーさんか？暗いな。なんでこんな暗いんだよ。もっと明るい感じで撮りゃいいのに。これ本当裏見れないのかな？
まあ、こんなとこか。もうさっきから電源を入れろ、入れろと言われてますから、電源入れてくるか。The only thing I remember clearly is Charlotte, my doll. なんか、妙に、歩くのが遅くなった、今。歩くのが遅くなったのは、モノローグが入るかってこと？おい！なんでわざわざこんな顔を？これでいいの？これでついたっぽいね。あ、ついてる。あ、明るい。明るいですわ。個人記録、両親、デイビッド、個人、および判読不能。誰だ、これ。あ、レネーかな。ちょっとわかんないけど。なんか、ありますか？あ、あるね。退院、再入院書類。出たけどまた入ってきたってことか。フランチェスカ・アゴスティーニ。おー、結婚歴未亡人。女性ってことですね。だから旦那さんが死んでるってことか。戦争かな？じゃあ。初期の認知症。そういうこと？認知症とかでも、こういうとこに入っちゃうのか。なるほど。まあ、それはいいとしてさ、ちょっとさっきのとこに、ちょっと戻りたいかな。どこだっけ？この辺に階段があって、あ、わかんない。もう階段がわかんない。まあいいや、でも、あったあった。ここだ。こっから、そう、さっきの部屋、でも電気繋がってんだね、まだ。電気通ってるってのがまた、珍しいっていうか。あ、ここはさすがに無理か。あ、無理っぽいな。ってことは、そんなに増えはしないか。まあ、じゃあ、素直に、院内探索するか。若干やっぱ、カクつくときが、ちょっとグラフィックの設定見直すか。Let's search the wards on the upper おお。floor. There's a plan on the wall which shows だ their んだん記憶が蘇 location. ってきてる。病棟の2階を探しましょう、だって。ありがたいですね。じゃあ、素直に2階に行く？ 2 階。そこに階段があるってことは、ここか。エレベーターさすがに無理か。ちょっと待ってね。これ他のところには何かないのかな？ごめんね、レネーさん。ちょっと、すぐにでも2階に行きたい気持ちはあるんだろうけど。ちょっとどうしてもね。私も気になっちゃってさ、いろいろ。写真だけかな？ここは、ああ、鍵かかってんのか。この先は、Nobody says we え、can't. あ、そういうこ Let's と？ find Charlotte. シャーロットを探せってことね。ここも行けないのか。何これ？地下に行くための階段っぽいな。そういうことね。シャーロットを探せってことか。じゃあ、素直にシャーロットを探しに行くべきかしら？ちょっといろいろ気になってんだけど。開くな。ああ、そういうことか。なるほどね。多分ここも、だからシャーロットを探しましょうって言われるんだな、きっと。No, no, なる she's ほどね。freezing. She's alone.
Let's look for her. わかったわかった。シャーロットを探さないとダメってことか。じゃあ素直に2階に行こう。でもさ、シャーロット、口髄残ってるか？ちょっとこんなこと言っちゃうとあれだけどさ、さすがにもうなんか、ボロボロになってる気もせんでもないんだが、なんかあるかな？これエレベーターですね、これ。これは一応つけとくか？どっちでつくんだろう？あ、これでつくんだ。あ、ここは、なるほど。オッケーオッケー。スイッチ2個あるけど、反応するのは1個か。うわぁ！生々しいな、これ。いやー、ちょっとあんまりこれは、お店できなくないか？できなくないか？大丈夫なのかな、これ。見せていいのかな？ YouTube 的に大丈夫か、あれ。うん。多分、外は結構この、草とか生えてるから、その分、重たくなったのかな？中に入ったら結構すんなり進むね。多分これもそうだね。うん。自分のことレネって言うの？何歳だあんた。いやいやいや、そんなこと言っちゃまずいか。なんかこの落書きもなんか、ちょっと待って、寄生獣、寄生獣、これ右じゃん、右。あ、ちょい違う？いや、でも、いや、もうこれ絶対寄生獣って思うよね。日本人なら。いたわ。これだよね、きっと、シャーロット。これですよね、きっと。Mummy took good care of Charlotte. She tucked her in, hugged her, gave her cuddles and kisses. 絵のタッチよ。She was very affectionate and loving.Nothing bad happened to Charlotte, and that surprised me. I didn't understand. At first, I was quite scared. I was afraid that she wanted to hurt me. そうなのかな、本当に。I lived in constant fear that Mom would abandon her. ああ、だから、レネにとってはもう、シャーロットだけがもう、シャーロットがいないと自分に価値がないっていうか、それぐらいの存在だったわけですね。何を言ってんだ。She's cold. She'll get ill. He can take care of her. 怖い、怖い、怖い。いや、もう怖いんだけど。Charlotte is a good girl. いや、何を言ってんだ。お、チャプターが変わった？これ。すげえ怖かったんだけど。あ、これはなんかさっき見たやつか。で、経験ってのはこれか。いや、非常に怖いんですけど。レネーさんが怖い。はい。あのね、どうもこのゲームね、チャプター単位のセーブなんですよ。なので、チャプターが切り替わらないと、私もこの収録を終われないっていうね。そこが弱点なんですけど、まあ一応チャプターは切り替わったので、一旦ここで終わりにさせていただきたいと。うわぁ。これ、精神疾患の治療としてこれを本当にやっていたってことだよね、これ。困難があるってことは。いやぁ。引くわぁ。引くわ、これ。いや、ちょっと待って、もうシャーロットが怖えんだけど。